こういうふうに音をその場で変えられるんですね、そのピッチとかで。ピッチ変えるってのは音程変えるって意味ね。そうですよね。これは同じ虫の音なのに、まあ、これだけ変わるってことね、うん、だからこのもともとこう全然聞こえてなかった音がこうどんどん聞こえてくるわけですね。でこれはインドで撮った、まあ、実際に自分がその例のテープレコーダーで撮った音ですね。これは石をこすって、でしかもなんかこうギターのディレイとか、まあ、サンプラーディレイをこう通して、出してるんでね。まあ、実際にこう昔はそういういっぱい石を持ち歩いて、それでマイク、コンタクトマイクをつけて、でそれをこうミキサーとかを通して音を出してたという。で実はシャープの演奏っていうのは、まあ、自分で言うことはなかなか言わないからいいけど、こうやって毎回、ね、演奏するごとにここでこのレベルを今もいじってるけど、そこによって変化をつけてるからライブ演奏なのね。だからそういうことっていうのをマックス MSP ではできるんですよね。ただしマックス MSP でやればみんなこういうふうになるかって全然そういうことにはならずにですね、これは、まあくまでもパッチを組んだシステムなわけだから、そのどういう、まあ、これは要するに右にあるのが寿司ネタみたいなもんだと思ってください。こっちで握ってると思ってください。だからそういうことが人によってみんな違ってくるわけで、そういうことをちょっと分かってもらいたいっていうことです。だからなんかある道具使えばこんなものができるってもんじゃないよってこと、要するに何が言いたいかっていうと、人工的に全てができているみたいにどっかで勘違いしているないだろうかっていうことなんだよ。それだからもう常にそういうこの瞬間だって刻々と変わっていってるしさ、そういうことを自分っていうのが
全部頭でやってんだと思っちゃったら、それはすごいちっちゃいとこしか見えなくなっちゃうよって話なんだよね。言ってること分かる？ちょっと変だった説明。だからいろんなことが全部変化してるから、それに応じてそのなんていうのかな、あの一種の無我の境地とかさ、そういう言葉で言うと分かりやすいけど、俺もいまだに分かんない、無我の境地なんて。だけど何か通してそういうものに対してこう自分がフィルターになって、そこに透明なフィルターとかさ、そういうものを作りたいっていうかさ、そういうことがまあなんていうの、大事なんだよねっていうことなんだよね。それだと俺が全部作ってるんだみたいなさ、俺の頭はこれだみたいなさ、何がじゃん人は。シャルが言ってるのはそういうあのことがメインコンセプトにまずあって、そういう先人たちでこういう人がいてみたいな、で今はこういう表現があって、意外とみんな気がついていないんじゃないですかみたいなところじゃないかなというふうに僕はいつも